攻めるよ。今回ご紹介するのは G&G 電動ガン AR15SBR8。 この後すぐ。この番組の提供は模型パドック、パドック武器店、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、臨時ニュースです。はい、どうも、今日も軽いノリでやっていきたいと思います。臨時ニュースデメリューの時間でございます。はい、どうも。若干噛んだね。どれがですか？私はこの世の中で一度も噛んだことがないと有名な人ですよ。え、そう、安定度 120% のデメさんです。今珍しく噛みましたよ。私あの前々から言いますけど、うん、一発目の時の方が大体いいんですよ。2回目でもう1回テイクいきましょうかっていうと、うん、悲惨なんですよ。悲惨なんだ。1回で決めないといけない。実はあのもう諸刃の剣なのね。一発撮りじゃないとこの放送はもう続いてないだろうと。多分カットするから編集入れますって言って編集点を作ってくださいとか言われると、うん、次の会話と今のテンションが噛み合わなくなる。もじゃもじゃしてうわーって喋ってくと上がってってで一回終わるとまた、はい、お疲れ様です。で、こっからセリフでっつったらテンションもう微妙というかもう微妙じゃねえ。あ、そうですね、さっきのはハーハーっていうのが全然ダメになっちゃう、ね、なくなっちゃうね。ないですか、そういうこと。あるのかな、どうなんですかね。疲れたなと思う瞬間とかってやっぱ家に帰ったりするとあるじゃないですか。ああ、ありますね、うんうん、お仕事終わって帰ったら、うん、やってらんねえよとか、毒は吐かないですか。毒はあんまり吐かないですね。いいね、それ、うん、俺もう毒っていうより毒気が抜けて、うん、完全に無気力人間だよね。もう全然テンションの違いがすごく大きすぎて、あの、うん、あのテンションでお願いしますって言われたら、うん、いや、何言ってんすか。超真面目。そう、あ、このテンションで一日いたら、うん、気触れてる人か、もう薬やってる人じゃないですか。バン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 できる。動いちゃう。え、いやいや、やっぱりナチュラル。どうなんですか、日頃普段は結構家でゆったりこうアグレッシブじゃなくてゆったりとか過ごす感じですか。映画見たりとか。映画DVD 見たりとか。ジブリ系 IQ 見てないですね。全然そういうの見てない。家で何するんですか。家にプライベートな時間でね、あまりこうなんか、はい、あのなんですかね、こう、うん、掘り下げないとたまにちょっとクレームきそうなので、たまにあのゲストをちょっといじれって言われたこともありました。いじれって。私意外と超普通すぎてなんか申し訳ないんですけど、もう今日みたいなね、お休みの日とかはもう、まあ、今日雨だからですけど晴れてたら、まあ、お布団を外にポンと行ったりとか洗濯したりとか、料理家庭的だよね。そうですねみたいな、はい、え、今の滑ったんですよ。事故ですよ。ご存知ですかみたいな。いいとも知らない世代が出てくるんですね。あの、そうですねっていうのが当たり前にね、それがなくなってくるんですよ、これから多分。そう、なくなっちゃいますね。そう、いいと思って番組あったんだって、何それって悲しくなります。今の若い人わかんないですね。ほんとね、うん、あの、でもいいと思って僕らが見れる時間にはやってなかったですよ。学校行ったりしてる人たちとか。あー、そうですね、そうですね。全然こう、いいとも見れる時間ってニートやるしかないですもんね。ニート。いや、ワンチャンあれじゃないですか、土曜日とか。え、でも増刊号ってやつですよ。そういう意味。あ、そうですね、再放送の増刊号、うん、そう、チラッと見れるから、ね、まあ、そこまでしてみたくないよね。興味なかったんだ、それは。私チラチラ見てましたけどね。いや、まあ、徹子の部屋とか思うぞ。でもその流れで来てますけど、しんだちゃんなぜここにいるのかっていうのも、もう普通にいたでしょ。大丈夫ですか、もう。え、普通にいたでしょ。もう当たり前ってことになって、2本目にして当たり前にもう何かありました。いますけど大丈夫ですか。何のそのくだりの説明ないんですけど。いいす、助手のシリンダーちゃんです。あ、なるほど、はい、どうもシリンダーです。肩書きとしては多分俺、あの、何人かの男性に刺されるかもしれないから、気をつけなきゃいけない。気をつけなきゃいけない。あの、女性が出た回は常に俺は思ってるんですけど、気をつけなきゃいけない。気をつけなきゃいけない。あの、ファンの方に、うん、おめえなんてことを言ってんだって言われて、後ろからプスッてなったら、あ、すいません、あの時すいませんでした。やれてんじゃないですか、ちょっと。ちょっと、あ、これ肝臓の近くでやばいな。え、そうなんですよ。で、まあ今日はあのーね、来てもらって、わざわざこの、まあ、前の回でね、1個前の回で、説明してますけど、いきなりこう、被り物まで被ってね。そうそうそう、まあ、あの、基本的に大事にするのがデメ流なので、ゲストを
ね、とっても大事にしてるんで、やっぱりこういつ何か物が落ちてきても頭は守れるようにサンマご用意してお待ちしてましたから、はい、ちなみにこのサンマどこで売ってるんですか。まあ基本ネットです。ネットなんだ。ドンキじゃないんだ、ね、ドンキとかじゃない。ドンキはタイが売ってる。タイですか。ですね、今回アマゾンで買ったんですけど、はい、アマゾンで、実は赤いね、タイもね、はい、今回新しく買ったんですけど、これは普通に、はい、この形状のまんま袋に入ってきたんですよ。ただそちらのサンマさんはですね、真空パックになってたんですよ。なんでか知らないけど、キュッてなってた。だからね、シワを頑張って伸ばしたんだけどね、まだちょっとシワが残ってる。ああ、確かに真空パックアートみたいな、なんかクッションみたいな感じだったよね。かさばらないようにキュッてなってたんでしょうけど、よくわかんないですね。なんで何も言わない。何も言わない。今こう今勉強だ。頑張って勉強。今勉強してました。このサンマは良くないのに気づいたんですよ。下が白いんで若干こう背景と同化する。やばいじゃん。もやもや合体しちゃう。逆に赤の方が多分いいのかもしれないね。ここ。もうめでたい感じになっちゃうもんね。黄色いたい焼きと赤い金目鯛。金目鯛ね。デビさん、デビさん何ですか。勉強しすぎ、勉強しすぎ。もう渋いかもになっちゃったんですけど。英語読めねえかな。日本語書いてないんですか、その説明。ありますよ、日本語ページですけど。さあ、そんなわけでですね、はい、もう本編の方いきますよ。はい。ですね、今日は何しに来たのって言われたら、一応銃の説明をする補助に来たっていう設定です。補助に、はい。ということでですね、ご説明していきたいと思います。はい、こちらでございます。うーっしょ、はい、本日ご紹介するのは G&G 製 AR15SBR8 パラレルトレーニングライフル。一応私の読み方が違うということもあってはいけないので、はい、この銃です。これです。この銃 SBR8 とね、略称させてもらいますけども、EMG インターナショナルとスピーキングプレジションがあると、なんかこの許可とか取ってると、まあ横文字を俺に読ませる自体がこうもうこれ優しくないよね。はい、じゃあですね、この銃についてまずボソボソっといろいろと会話していきたいのが、はい、まあよく聞く、うん、はい、よく聞く G&G というメーカー、はい、有名ですね。これは何が有名かというと、うん、今ですね、もういろいろ世界各国で実はエアガンというのを売られておりまして、はい、でも元祖は日本なんですね。そうですね、エアガン、でその日本のメーカーの良いところをコピーして粗悪品を作ったりっていう時期もあったわけです。はい、日本のやっぱ追いつけ追い越せって技術革新がしてたんですよ。だから全部初めから今はやっぱできないと僕も思ってるんですよ。で技術はこう進化していくから、新しいものを開発してるところの国っていうのはすごい伸びるんですね。で G&G の初期のイメージは正直良くなかったです。うわ、こんなの出しやがったのかよって、大丈夫かなこれみたいな、ね、本当にもう値段は安かったけど、これ売るの本当にっていう内心もうダメじゃんと思ってました。それがですね、もう 4,5 年前ぐらいですか、 3,4 年前ぐらいか、 G&G は技術革新ドーンって果たしまして、今は私たち売らせていただいてるショップには、うん、ものすごいなくてはならないメーカーになってしまったと、それまでの比例をお詫びしたいと思います。今ここでみたいな。ただ、はい、僕はまだ信じきってないんですよ、実は。メイドインジャパンっていうクオリティが、やっぱりどこまで行っても日本人でもあるし、技術者としても日本っていうのは技術の優れてる国だと僕は思ってるんですね。でも台湾というところは、これまたすごいなと思ったのが、全然会話がありますけど、 PC パーツとかパソコンのパーツとかもですね、台湾製って非常に多くて、すごくいいんです、調子が。で自分が乗ってる、最近始めた趣味の自転車も実は台湾製、はい、台湾の技術力ってすごいじゃないかって、頑張ってるね。で価格がコストパフォーマンスって一番ユーザーさんにとっては大事なところなんですけど、コスパにまず優れてる。で安かろう悪かろうじゃなくて、安くていいものを大量生産してるからコストパフォーマンスがいいんですよっていうのを実現してる会社が G&G だと思います。はい、世界各国に出してるから大量に作ります。で大量に作るから日本に入れる時も価格を落とせます。
で、パーツのアフターもできるぐらい、うん、大きな工場があります、ね、じゃあそこでいいじゃないですかね、全然いいと思うもん、まあ、ってことで僕は一つ言いたい、危機感がやっぱ必要なんですね、はい、日本の製品というのは、うん、でこの G&G の SBR8 なんですけど、うん、パッと見ただけでも、うん、あかっこいいって、そうですね、パッと見すごいちょっとなんか、ね、面白くない形だけどかっこいい。面白くないって言っちゃったよ。まあざっくり言うと M4 なんですよね。まあね。M4 シリーズを伸ばした、はい、フレームエグった。伸びる伸びるストップみたいな感じですね。ね、伸びる伸びてそのシリーズが。じゃあ何が G&G の俺はこれはレビューだろうって、はい、お前そんなん買う気なくなるぜって思った方、それで買う気なくなったらそれまでなんですけど、そこから先を僕はこれから紹介していきたいなと、魅力をね、僕も今これ初めて触るので、ここから魅力がどうなるか、ぜひ、はい、ぜひ行きたいなと思います。はい、ちょっといいまとめ方したね、俺。はい、ということでですね、はい、SBR8 G&G 商品でございますけど、こちらですね、まあ初めに言っておきますと、もう ETU が入っております。 MOSFET バーストの設定っていうのが入ってますので、これですね、フルオートも打てます、セミオートも打てます、さらには3点バースト、5点バーストができるんですけど、うん、私の中で5点バーストは正直本当にいらないんじゃないかと思ってます。なんでかというと、こういう機能を複雑にすればするほど基板がいろいろなことを制御しなきゃいけない、そうすると熱とか故障の原因になりやすいんじゃないかなという不安が僕の中であって、3点でも十分使い方には十分なのかなと思っちゃうんで、5点はまあ実メカ独特ということなんで、いいのかなと思ってますが、こちら説明書のですね、あの切り替え方が載ってるんですけど、わざわざ書いてくれたね、これ実際にやるんで、ちょっとバッテリーをね、はい、持っとかなきゃいけないです、持ってこよう、ちょっと繋いでて、はい、じゃじゃじゃん。自由だな、こんな感じでね、出てますけどね、チラリン、チラリン、すごい便利ですね、書いてくれて、ありがたい。シンダちゃん、普段何使ってるんですか、銃。普段ですか、64すいません、いつの時代の銃ですかって聞かれた。いや、64でも人気根強いですよ。はい、64でしかもその、あの、任天堂ですよね。昔の任天堂64では任天堂ですよね。そっちですか。そっちの64持ってるし、それを持ってるけど、そっちの方の64っすね。はい、 SD? トップ？トップ？トップ？トップの方？トップはあったらうち金持ちっすね。あ、でもその言葉が出るってすごいですよ。トップ持ったら最初は私も欲しいなと思ったけど、あの某某ヤブオクだか。出てるね。さっぱり、うまいとか言って、あーだかと思って、なんか出てこないかなと思ったら安いのが。でもね、俺ね、はい、S&T の方がいいと思う。あ、本当ですか。修理できるから。あ、そうです、そうですね。あのね、やっぱね、まあ、実写性能的にも多分圧倒的に高いんじゃないかな、うん、あの僕はあの使えねえものをダメな人なんで、うん、大丈夫かな、大丈夫かな、ありがとうございました、ありがとうございました。めちゃくちゃ硬いし、これいらねえし。ここにあったやつですよね。そうです、これバッテリーの多分保持とかスペーサーだと思うんですけど、いらねえって、あ、これ入れねっていうやつ。今セパレート、セパレートです。まあ入ってね、まあ実なんで、マガジン入れないと実は打てないんですよね、これ、うん、で、マガジンがなんとこれ2種類ついてるんですよね、すごい便利ですね。スタンダードモデルと、P マグ超 G&G オリジナルマガジンね、これ可愛いですよね。 P マグ超、へー、これちょっとね、お高そうな、うんうん、でも G&G です、マグプレではございます、はい、これはね、G&G オリジナル、オリジナルです。どっちでもいけるはずです。ダンスも一緒ですか。あ、今説明書読みますけど、はい、実メカの悪いところは打てない悪いところ、これね、あの空打ちモードモードがあるの。ね、ここに押し当てられた時にこれは打てるっていうちょっと特殊な仕様なんですね。ほらね、これね、困るでしょ、これ壊れたようになっちゃう。シーンとか言っちゃった。いいですか、もうちょっと、ね、ガラスが高いんですよ。で、空打ちが雪で押す方式にしました。はい、これまあ今、アナログにやってるんですけど、本来は弾がなくなるとボルトストップ機能がついてるんで、うんうんうん、P
来たって止まるっていう、ね、だからあのより実銃に近い仕様なんですね。 でよいしょ。え、木の、え、空打ちモードないの？G2 メカで僕は空打ちモードって聞いたことがなかった気がするな。空打ちモードがないで、そのーバーストの設定が常に弾を出さないとできないってことですか？今ざっくり見る限りでは空打ちモードってものは発射モード、セーフティーオン、セミオート、フルオートでございまして、ストック調整なども載ってますが、マガジン装着エアソフト、そうですね。で、あの結構ですね、不便なんですよ。あのボルトストップの解除の仕方なんて一切書いてない。え？はい。すみません、レーバー、レーバー。そうですね、ちょっと読めないです。読めないですね。お目々が。最近ちょ眼圧が、眼圧が高まって。目悪くなってきてるのかな。コンタクトつけよう。俺ね、コンタクトで、あの異物を目に入れたら多分ダメな気がする。デメさんはコンタクト絶対かなり厳しいですからね。厳しいのか。あの横から見るとあのすごい目出てるでしょ。うーんって、うーんって言って、今うーんってね。まあまあまあ、そのまま取れるんじゃないかって言ってるんですよ。高まっちゃうとね。なるほど、なるほど、なるほど。横にいるとあのこう、魚眼レンズみたく湾曲して見えてるんで。なるほど、グイーンってなってるんですね。さあ、各部の、ね、紹介をしていきたいと思いますよ。各部の紹介ね。あ、いてててててはい、ストックですけどもこのようにですね、あの三つ股になってて、はい、真ん中に ETU が入ってる、基板が入ってるので、はい、ここユニットがあるんですけど、左右にですねバッテリー振り分けることができます。はい、まあ、どっちかだけでも入るので、あの、ね、ETU が入ってるので無理やりですねやっぱ入れたりすると、基板破損につながるので、うんうんうん、無茶はやっぱ何事に対しても良くないですよ。無理やりは良くない。でこれで蓋をすると。臭いものには蓋をせよ。臭いものにはね、面倒くさいのにも蓋をすると。面倒くさい。それはラバーですか。これね、触ってみてもらっていいですか。ラバーですかね。ラバーなのかな。ね、でもなんかすごい柔らかくてちょうどいいですね。ラバーなんですか。ラバーっぽいです。ラバーっぽい。じゃあ前に取るですね。ああ、よかったです。ただ言いたいだけなんですね。言いたいだけ、言いたいだけ。前に取るラバーを言いたいだけなんで。なるほど。まあこのようにですね、ストックが。でストックちょっと硬いかな。でもしっかりとして固定はバッチリかな。でグリップもフィンガーチャンネルがついてて、これね結構あの女性によってはグリップちょっと握ってもらうと指合わない人もいるんですよ。そうですね、ちょっと大きいですよね。ちょっと大きいかもしれないですね。で、セレクター部分ですね、はい、こちら切り替えてもらうんですけども、うん、そのセレクターがまずね、はい、デザインがいい。いいなんかね、かわいいですね。はあ、ボコボコしてるよね。そう、新しい感じ。これ新しいね、うん、テンプル加工みたいな感じですね。もう、で、デンプル？デンプル？ボコボコボコって穴開ける。テンプルじゃない、デンプル。テンプルここだね。ダーンってボクサーが殴るとするだね。で、これアンビになってます。アンビというのは、右利き、左利きを選ばず、セレクターの切り替えができる、はい、ちょっと、手品します。ディリリリリリ、カチッ。わかりました。めっちゃ後ろで動いてる指に見えてる。いやいや、全然。パチッ。ほら、ほら。これ反対から回してますけど、このセレクターのね、動き方付けあんまないです。はい、あのしっかりこっち側長いですけど、右側短いんですか？そう、いいとこ気づきましたね。あ、ちゃんと短くなってるんですね。短くなってます。あの、握った時に当たりにくく。お久しぶり。え、でもバリバリ当たりますね。まあ、そんなもんなんですよね。まあね。まあ、一応あの、この心遣い、すごく大事で、フレームのデザインがかなり特殊なんです。このこの刻印が、あの実際のメーカー、はい、実銃メーカーの刻印を持ってるので、なんだっけな、スイキングプレジションっていうメーカーのなんですけど、はい、反対側もまたね、面白いデザイン。ね、これすごいですね。オシャンティ、かっこいいね、これは確かに。うんうんうん、で、またさらにこだわりを見れるのがこのマガジンキャッチのところにも表面加工されてるんですね。ボコボコ。ああ、ほんとだ。ね、うろこみたいですね、デミさんですね。俺のうろこはもうちょっと粗いですかね。で、こちら、ここのね、この部分のセレーションというか、まあ、ブーメルっぽくなってる。そう、で、この、カット、うんうんうん、はい、でちょっとね、面白いカットって僕好きなんですけど、これね、エロくていいですね。エロくていい、エロくていい、これエロい、この曲線がエロくていいの、これエロくない、こうやってこうなんかウェーブみたいな
これまっすぐだと実直だけど、ちょっと遊んでるけど、イタリア的な男な感じですよ。ちょい悪親父的な。これね、ちょっとちょい悪感。ちょい悪感。俺は人だったらちょっと違うぜみたいな。なるほど。こういうのが、うん、なんか僕はもっといっぱいあってもいいと思ってるんですよ。うん、スケルトンになってたりとかするとか。うん、そうですね。いろんなのがあった方がね。これはやっぱり普通の真四角ってイメージよりこういう、うん。カットのデザインが、ね、トリガーガードも かなりこう奇抜すぎたら受け入れない人もいるけど、うん、僕はこういうのは受け入れられる方ですね。サバゲーってもっと自由でいいと思うんですよ。そうですね、私もそういうの結構好きなので。ありですよね、うん、で、ホップアップなんですけども、こちらチャージングハンドルというパーツをですね、ガチャンと引きます。ガチャーン。お、開いた？今まだ開いてないです。あれ初期不良か。頑張れ頑張れ、うん、よいしょ、あ、やりますか、はい、ふんってやんないと最初硬いのかな、うん、かかりが多分ね、うまくかかってない場合があるから。で、そうするとチャンバーが出てくると思います。はい、見えますね。で、チャンバーのポップアップをね、こうグイッと調整するんですけども、ロックはないパターンですね。ロックあったはずなんだけど、うん、ロックかかってる。あ、ロックかかってる。はい、で、回してみると、違う、こっち側で強くなる。こういう回し回転、こっち側でこういう風に巻いていくことで、銃口に対して左側に、銃口から左側に回していくとホップアップが効くと。クリック感あるね、今回カチカチっていう感じ。非常に回してる感覚があるから、ホップの効きが分かりやすいのかな。もう一回見せて。よいしょ、メモリは書いてないですよ。うん、クリック感だけかな。クリック感だ、はいはい。で、金属フレームだね、うんうん、で、ハンドガードはキーモッドタイプが採用されてる。 D モッドです。キーです。デメモッドじゃない。 デメモッド、ない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 。デメモッドって言われるの嫌だから。モッドモッド、もう目出せって言われるの嫌だから。で、こちらのあとボルトストップ、はい、これを押すことによって、こちらの方がパチャンと閉じる。はい、はいはい。で、アウターバレルが中にずっと1本通っておりますね。これシルバーのアウターバレル、これがね、特徴的かと思いますけども、はい、ハンドガードの長さ、これ 16? そうだ、ね、20はないと思うんだけど、まず上がってみますかね。すげえ長いですよね、はい、ハンドガードで、はい、ハイダーが右で取れるから、なんか刺すと痛そうなハイダーですよね。痛そうだね、これ、ね、これ、痛そうですね。これきっと肉とかこう、お肉、こうやるやつね。肉叩き。音って言っちゃうでしょ。いやいや、もうそれはいざと言った時。いざと言う。あのね、肉銃のままやったら、その肉が襲ってきたら撃てるっていう。撃てる。ね、あ、ちょっと肉叩きたいなーって。叩きたいな、どういう時なの？どういう時なの？あー、肉叩きたいなー。あそう、そんなことがないですか？ないでしょ、これ。ちなみに私もないですけど。ないでしょ、ないじゃん。まあ、世の中には誰かいるかもしれないですしね、それは。いるのかな、ね、16インチキーモッドハンドガードってことですね。16インチ、はい。なんかもうちょっと長いイメージありますけどね。これですね、あとはシルバーが中に入ってるから、ちょっとこうスラッとこう長めに見えるのかな。かもしれないですね。でポイントとしてはですね、キーモト式の特徴的なハンドガードはもちろんですけど、まあ、スタンダード M4 マガジンへの互換性ありということと、ETU が入ってまして、G2 メカボックス、まあ、新しいタイプのメカボックスが入っているのと、さらにはですね、11.1V 対応ということですね、はい、レスポンスを、上げることは可能なんですけども、はい、まあ今実践はね、できないかもしれないんですけど、説明しておきますと、フルオートと3連バーストを切り替える方法なんですけども、うん、セレクターをセミオートに切り替え、トリガーを10秒間引いたままにします。するとセットアップが完了して、モセフィティから設定のアイゾンが鳴ります。鳴らしてやろうじゃないか。カラオ、あの、打たなくてもできそうだね。どんな感じなんだ。もう10秒経ったよね。あ、なりました。なってない。これ多分マガジン入った瞬間じゃダメなんじゃない。はい、それではですね、今度はこちらを押したまま、押したまま指で、はい、セレクターをセミオートに切り替えて。さっきセミオートじゃなかったよね。
ったし。から、はあ、うん、じゃあそうだ、それでセミオートにして、じゃあこれでやってみましょうか。はい、もう10秒は超えてますよ。なんか音がなめんなし。じゃあ今度はちょっと指で押さない。指で、はい、いきまーす。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9。あ、おお。なりました。心停止です。まあそんな感じの音だったし、今これ聞こえない人もいるかもしれないからね、年齢によってはね、ちょっと。そうです、モスキートーンがね。で今変わったかったの。いいじゃないですか。これ今何点？3点です。3点か。で、マガジン弾を入れない状態で、セットする前にはマガジンとチャンバーからにして3点バーストと3点バーストをフローモードにします。弾も抜いてできるって言ってるから、じゃあやっちゃおうじゃないか。やっちゃおうじゃねえか。で、これマガジンからの状態です。あ、弾入れなくてもマガジンが刺さってれば設定できるのか。かな？今度はですね、すごいですよ。セミオートからフルオートに連続して5回切り替えます。完了するとモス FET から設定完了の合図が鳴ります。すごい。ちょっとお姉さんやってみるかい。セミオートからフルオートに5回だから、はい、こっちからカッチ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 ってやるわけだな。よし、やってみよう。え、じゃあセミオートからやってみる。これですね、うん、これフルオートだな。セミオートからフルオート、これだ、いけ。はい、1、2、こんな感じかな。何の全然言わないんだよ。5回、5回5往復なんですかね。5往復多分5往復以上やってるけどダメなので、そこで止めないといけない、ね、止めなきゃいけない。え、ちょっとじゃあ5往復以上な、何個やるの。じゃあまず、これがちょっと信頼できないんで、うん、マガジン抜いてまたやってみます。信頼できないとかさ、ちょっとね、信頼できない、これこういう電子系ってなんか信頼できないよね、たまにね。よし、3、4、5、はい、絶対ないゾーンがなくないよ、こいつ。私もならなかったですよね。はい、からの1、3、1、3、1、3、1、3、はいねー、7、7、4、難しいですね。難しいね、どうしたらいいんだろう。何かね、こうセミオートからだもんね、うん、セミオートから、あら、パチョン、1、2、3、4、お前変わる気ねえだろ、うん。この音は違いますよ。あ、いや、違います。ダメだね、うまく変わんないね。どうやるんだろう。不便だよね、こういう風にね。これだけですよね。あ、鳴った。お、鳴った。やったー。何もしないでカチカチやったら鳴ったね、今。鳴ってましたね。マガジンも入れずに、うん、指でも押さえずにやると、うちが今5回やりましたけど、5回やったら、はい、いくんじゃない。おお、できた。イエーイ、足やりしました。バーストするときは何もしないでセブンに入れて1、2、3、やった。結構ゆっくりですけど、ちょっと低めで、パン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 っていうか、結構ゆっくりの方がいいみたいな。カッチ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 。なるほど、ちょっと参考にしてもらって。はい、なんか今ちょっとうちゆっくりやってみたら意外といったみたいな。へえ、はい、すごい。はい、よかった、よかった、よかった。動かないなと思って、もう困ったなと思ってて、もう知らねえって言おうかなと思ったところだったんですけど、でフルオートをリセット設定、フルオートリセットの場合はセレクターのセミオートに切り替えて、トリガーをまた10秒間引きます。はい、
なりました。なりました。で、今シーンとした時に扇風機の音がザーって言ってるんですけど、夏休みの時にずっとこうなんか畳だった部屋でこう寝てた思い出がちょっと今出てきました、ね、どういうこと？なんで今それを？あーこうーって、肩の線香の音はい、大丈夫ですね、すごい、はい、ということでですね、これで一応切り替えができる。やっちゃうとあんまりしょっちゅう切り替えないですね、これはね、多分ね。ちょっとね、怖いよね、うん、それで基盤系はちょっと怖いのでね、そこはゲーム中にこれ切り替えはちょっとすごいなとか思ってできないかな。でも、こういうね、機能をつけるっていうのはさすがに面白いなと思うんですけども、うん、サイトはですね、このように、フリップアップタイプになってまして、はい、調整が一応ね、上下ちゃんと高さもあえて、はい、左右にもこれ動かせます。全然まっすぐじゃないから見えないですけどね、こっちからですね。これあ、はいはいはい、逆だけどなこれね、はい、左右上下調整ができますね、はい、オッケー。フロントもフロントが、フリップの高さだけ、高さだけ、はいはい、調整することが可能、はい、まあ、なんか乗っける、ね、乗せるよね、これはね、これはね、うん、スコープですか？スコープか、あと4倍ぐらいの倍率のもの乗せるといいかもしれないですよね。 5.56 の仕様なんですよね、これ。 5.56 です、はい、次が SR25 が出るので、タイプが、うん、これ AR15 なので、まあ4倍、アーマーライト15の、うん、ぐらいのスコープがいいかなっていうがよろしいかと思います、はい、さあ、うん、もうシリンダーちゃんのお仕事、はい、もう慣れに慣れきったでしょう、きっと。慣れきった。長さの方ですね、はい、ざっくりパツンとこうっていきましょう、はい、測れますか？測れます。一番縮めた状態と状態です、ね、あ、これ1個伸ばしてます、これバッテリーの都合上。はい、これね、さっきから尻尾で結構殴られるんですよ、タイプ知ってる。慣れないとね、結構距離感が分かんないんですよね、タイに対する、はい、タイマン、タイマン、これですね、はい、これですね、はい、はい、900 6ミリぐらいですかね、906ミリ、はい、長さ伸ばします、はい、以上。あ、これだね。よいしょ。はい、これぐらい伸びます。はい。ここ。はい、あ、結構伸びますね。ここら辺ですね。970ぐらいですね。ね。うん。はい。伸びて、あと一応マガジン入れますけども、移動する際はマガジンはね、うん、外して、うん、持ち運んでください。ね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 。はい。くださいねー、小学生に教えてる語尾を伸ばせなっていう話になりますからね。そうですねー、ねー、ここでいいのかな、はい、サイトがだいたい立てたとして270ぐらいですね、立てるとやっぱり275ぐらいまでいきますよね、はい、うん、そうですね、まあ、やっぱりマガジンを抜いてね、普通にサイトを立てたまま行くと折れちゃうのでね、畳んでもらえればと思います、はい、はい、ありがとうございます、はい、それではですね、うんうん、皆さんまた今度は、さっき私音測った、あ、この字はちょっと特殊だから音測るのがしんどいので、これは私測りましょう。はい。はい、じゃあまたバイトの田村ちゃんが来ると思うので、多分、普通にフラフラしてると思うから、見つけたら、うん、もう確保した方がいい、確保した方が。今日は珍しい音が聞ける。珍しい？そうなんですよ。毎回ね、変な人たちが。変な？デブちゃん何してんの今日も。また来たね。うん、来たよ。また来たね。時間だから来たよ。時間だから。時間だから？1回850円でしょ。そうそう、1回850円。1杯850円。ガビガビ。もうまた音かい？うん、音だよ。測る？いや、これチョンボしてもいいんだよ。あ、じゃあもう全部100、100、100で。ドラえもん？全部100、100、100で。じゃあドラえもんでいい？俺。ドラえもんでいい、大丈夫。そしたら多分あいつらものすごい、なんだろう、修行僧みたいな、破壊僧みたいな、した大きいクマが出てくる。大きいクマ？怒られるんじゃないか。まあ俺は怒られないと思う。そうだね。俺が怒られるんじゃない。そうだね。じゃ100。100、100、100、100、100、100、100、100っつって。それやってくれば多分バレないと思うよ。さあ測ろうか。まあね、見てる人たちにも分かりやすく。はい。まず耳だよね。はい、耳から。はい。
じゃじゃん。98.2。セミオトの切れがいいんだよね、やっぱ ETU 入ってる効果なのかな。パンパンパンって切れ味が。次はどこだっけ。また耳で振る音ですね。はい。はい。うん。いい音ですね。103.3。かなりね、キレのある、鋭い音してるんで、うん、このまま使ってゲームに下ろせるからいいかなと。はい、フロント。はい。うん。やっぱ打っててね、面白いメカなんですよ。104.3。パパパパンって切れるのがやっぱ、うん、こう電子トリガー特有の、ね、入門用の電子トリガーにすごくいいんじゃないかな。いきます。108.6。 はぁ、うるせぇな、ちょっと音は鳴るな。サラメよ。104.4。 これ測定してるときさ、やたら早く弾きたくなるよね。いきまーす。108.3。 うん、まあでもあんま変わんないね。100、まあ通常通りの音だね。サプレッサー入れたりするとまた変わるけど、長えな、こうやって立たせると長いね。あ、これだったらチョンボしてもよかったよ。チョンボしてもあれね、 G&G でしょ。 G&G って安定してるでしょ。安定してるだからチョンボできる。そう、俺ら楽じゃん、うん、でもバレるとさ、後で始末書とか書かされるかもしれないじゃん。俺はお金が減るだけ。お金が減る。始末書はないから。俺もう、俺は知らぬ存ぜぬで通すから。でもかかったよって言い張ればいいんでしょ。俺はそう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 、アルバイトだから。アルバイト。俺はそれ聞かれたら、裏取りに来たら、いや、かかってないっすよ。そんなことないですよ。かかってないやつ。嘘です、あいつは。俺は一番弱いよね、俺ね。そうそう、アルバイトってね。まあ、ちゃんと持ってってね、そのデータ。うん、分かった、持ってく。じゃあね。はい、はい。でも銀色がさ、なんかもうちょっと荒いのかな、ちょっとこの銀色。なんかね、ちょっと色合いが、こっちの色とこっちの色若干違うんだよね。終わった。なんかね、なんだろうね、これが多分黒いのが。終わっちゃったの。あ、うん、はい、終わった。終わった、終わった。会えないね。絶対会う気ないでしょ。だから会えないでしょ。会う気ないでしょ。いや、探してんだよ、うちも店中警官に走ってくるけど、もう会う気ないでしょ。ちょっとちょっと、もうすごい急いで走ってるかも。ちょっと一服行ってくるわみたいな。作りすぎだよね。いいそういうの。あ、いいの。いい、いい、大丈夫。これね、今見てたんだけど、ちょっと銀色の部分が、ちょっとなんか先端だけちょっと色がね、うん、違うようなよね。カメラだとちょっとわかんないかもしれないけど、うん、もうちょっと近づけてあれですか。ここら辺がそうです、ね、ちょっとね、あの この辺までこうグイッと、グイッと先端がね、ちょっと色味が、ちょっとここら辺がわかりやすいかなと思うんですけど、うんうん、まあ黒くちょっとなってたりする、うん、多少かなってたり、傷ではないんだけど、うん、ああ若干黒くなってたり。これちょっとカメラだとわかんない。そう、ただこれはもうそれがすげえ気になるわけじゃなくて、え、肉眼だとちょっと黒いっぽい先端がね、うん、なんか傷っぽい、傷というか、うん、何これ何これ、え、何これで。まあでも仕上げは全体的にすごい綺麗だからね、うん、この個体差じゃないの。多分個体差だと思う、塗りの時のね、うん、まああの海外製品でこのクオリティはすごい高い方なんだけど、やっぱり傷っていうレベルじゃなくて、割れてたりする時だって。このあれかな。ああ、すりだね。このなんかすりかもしれない。じゃあ、重さなんですけど、はい、やります。え、やりますこれ。これね、ボタンをね、じゃあどっちか1個お任せしますよ。どっちがいいか、もうこうランダムにどっちがいいか選んでくださって、それでいきましょうよ。はい、どうぞ。まあ一応デメさんはね、吊るしばかり選手権の優勝者っていうこと。もうどっちの測りがいいですか。選んでください。どっちがいいんだろう。え、でもさっきこれピーってなったらこれでいいかな。やったぜこれ。これピーってなったから。わかりました、はい、これ、はい、シリンダーモデルでございます。モデルモデル、やっぱりシリンダー高いときます。もう私こっちでいきます。はい、やったぜ。そっち止まんねんだ。止まんねんだろね。ってことでね、デメちゃんの吊るしばかり、いや、デメちゃんとシリンダーの吊るしばかり、全国の吊るさんの皆様お待たせしました。右手の親指にかける重い、重いが重い。頑張れ頑張れ頑張れ。止まりますか。軽いんだね、ポーチ。軽い、3キロないよこれ。
マジ？あ、まあ、いや、俺も今持ったらすごい軽いなと思ったけど。お前、話に入れてなかったけど。あ、これ癖ですね。2.9 はい。入れても3キロいかない。あ、いかなそうだね。プラマグだし、G&Gは。はい。一応もう一回マガジンを入れてもらって。このさ、ピョンって出るのが嫌いなんだよね。スライド、まあまあ、ボルトストップ的なね、の機構的にはこれがないとちょっとね。すごい子。はい。じゃあもう一回ね、当たりましょう。はい、あー、めんどくせえ。めんどくせえ。めんどくせえ。毎回やってるのに。さあ、通知ばかり、はい、来ました。俺、あの体重計でいいんじゃないかって毎回言うんだけど、ダメだって言うんだよね。止まったかな。止まりましたよ。あ、うん、3105になったね。3105、そんなにマガジン重いんですか。今、2-300g。あー、なるほど。はい。じゃあ、シリンダー殿。はい。こちらに引っ掛けて持つと良いでござるよ、きっと。これだよね。そうそう。で、これをボタン真ん中押して、ついたゼロの状態にしてから、これゼロになってから持たないと二度持ちすることになるんで、んあ、これですか、いいです。これですね。はい、お願いします。おい、よいしょ。おお、止めた。完璧シリンダーモデルになってるじゃないですか。3105です。そうですね、さっきと見たような感じですね。一緒ですよ。はい、ほら、うん、なんか測る人が違う、変わるんかいこれ。女の子しいよこれ。まあ、多分癖があって親指のところとかのこう R の書き方とか、女性の方が安定性が高い。いつもあの差があるんだけどね、何秒グラムかね。取るよね。いやすごいですね。ほら同じ。ですね、ほら。なんか不正でもやってんじゃねえかっていうぐらいぴったりですね。ね、ぴったりですね。ほとんど合わないんですけどね。うん、瞬間でもそんな重いもんじゃないから。そう、これ、ね、見た目の割に非常に軽量でね。そう、軽量で。見た目は重そうだなと思うけど、これは、うん、モテるよね、女性でも、ね、かなり3キロで、うん、これを買ったらモテますよ。モテる、モテます。そういうことでいいですか。あ、本当ですか。あれ、あれ、そこは無料だけどね。それは男の器量かな。かな。モテる男の人はどんなタイプがやっぱモテると思いますよ。モテるタイプ、面白いか、ものすごいクールな、かっこいい人。面白い方がいい気がしますね。好みじゃないですか、それ。そう、それは好みだと思います。まあ、シリンダーちゃんは面白い人の方が、まあ、どちらかというとイケイケのかっこいいクールよりもちょっと面白い銃が好きってこと。面白い、そうですね、いろんなの知ってるとか。おお、俺絶対あれですよ、プライベートでミリタリーの話されたら嫌っすね。嫌っ。まあ、ほかほかにね、なんか好きなのがあれば、そういうお話もできたらね。全然、友達とかと遊んでて、あのさ、デブちゃん、この週さ、とかって全然違うことやってる時に言われたら、いや、結構です。はい、結構です。なんなるの。えちょっと喋ってますからね。もうだって、10しかないんだよ、この会社来ると。え、もう嫌なの。もう嫌なの。いやいやいや、もう嫌なの。嫌でしょ、10はずっと。でも、新しい技術が出ると楽しいんですよ。銃が楽しいっていう、そういうのが、ああ、ここまで進化したんだっての面白いと思います。まあ、これね、あとはね、はい、ぜひ撃ってもらいたいのは、実写パートでね、シリンダーちゃんに撃ってもらう、トリガーのね、はい、レスポンスはぜひ味わってもらいたい。はい、非常に優れてる。バーストのね、具合もどのぐらい集団性が、まあ、大体バーストに切り替わるかどうかが問題ですけどね。そこ設定覚えておかないと分かんなくなる。まあ、あのシリンダー姫がおりますので、これを見てね。大丈夫、説明書役に立たなかったですから。これゆっくりやったらできたっていうのは、やっぱりね、説明書だけじゃ伝わらないんですよね、こういうの。そこ説明書書いてくれればいいんだけどね。ゆっくりやってくださいみたいな注意書きでね。連続して切り替えてください、連続して切り替えて、2人やって切り替えないで、何に死んだじゃカッチカッチってピーって変わった。そういう感じらしいのね。ゆっくりらしいです、どうやら。そういうのをね、しっかり覚えてもらうといいと思います。それじゃあ自社パートの方でですね、お会いいたしましょう。それではどうぞ。どうぞ。デメリューファン待望のオリジナルデザイン T シャツついに発売。懺悔していいですか、ラバーといえばマイリト、男は黙って LMG など、あの名言名台詞を斬新にプリントしたものや、たい焼き名場面をモチーフにしたデザインなど盛りだくさん。今後も随時デザインは追加されます。まずはこの QR コードからか、概要欄のリンクよりご確認ください。なお通販のみの限定販売となります。受注販売となりますので、店頭在庫はございません。あらかじめご了承ください。
はい、皆さんシューティングレンジをやってまいりましたけどね、はい、おーい、おい、まあ、まだ今まで何の話をしてたかって緊張してるという話をしてて、まあね、まあ、カメラの前の人たちはみんな緊張してるわけねえだろお前がっていう思ったりして、もう手汗がね全然なくて乾燥中でしょもう手汗あんまないんです。あの冬なんか死人のような真っ白さ、それは違うでしょ、脱脂しちゃってるだけで。いやー、油分がなくなってくるんだよね。するの、ほら、ここ触って。だから、マルさんの頭たまに撫でてるのはハンドクリームと同じ効果もある。ハンドクリームだって、どうですか、夏場、おっさんの頭をこう撫でて油ついて、それでこうハンドクリームで気持ちだけやると思うね。やったことないですやったことない。でも、世の中の男性やってもらえると嬉しいと思う人は多分いますよ。そうなの多分言うと思う。そうなの、頭をコネコネ、頭コネコネされたらもうあれじゃない、普通のおっさんはコテンっていくんじゃないですか。そうなの。え、違う。で、エスニック風だって話になったじゃん。エスニック、あの、ダーちゃんの服の服装があの、はい、こうし、なんだ、真珠じゃねえや、あれ、水晶。水晶こんなでっかい真珠は水晶持ってこう裏張ってそうな感じっていう、ね、こんなね、あの、とても私服の上着がおしゃれなものでこう、フードかぶってたら完全に占い師だな。なんか、アラブ上国じゃなくてアラビアンナイトってとこ、アラビアンナイト、はい、あっちの方にいそうな、こう健康的な肌色じゃない。あ、まあね、夏エンジョイした感じの役だった。エンジョイした、そうでもなかったですか。いや、もう基本的にはもう海とプールぐらいです。最高にエンジョイしてるです。もう完全にエンジョイしてる。冬とか四季の中で何が好きなんですか、はい、シーズン的には。やっぱ夏がいいんですか。そうですね、夏が好きですね。もうあのそこで冬って言われたら突っ込むことがあったんですけど、夏って言ったら予想通りだったんで、なんかエンジョイ勢感出てますもんね。そうですね。僕あの夏、このうるささなのに夏嫌いなんですよ。あ、夏嫌い。だって暑いじゃないですか。暑い、汗かいてもすごいし、もう汗かいて T シャツ絞れるようになったらもう俺の時代じゃねえこれはっていうのは。もうあの吸水性のいいやつがいても全然追っつかないもんね。全然乾かない。あのちょっといいの買ってみたんですよ、3、4000円するのいいやつ、ね、ちょっと買ってみたらインナーに着てみたら全然乾かないの、やっぱり。うん、980円と5000円とかのやつでもあんまり差がなかったから、980円で俺はいいやと思って、ワークマンとかのを買ってくるようにした。ワークマン、はい。でもミリタリーやる人ってワークマン何気に便利なんですよ。そうですよね。タオルとか熱中症予防になるような動脈冷やしましょうっていうようなね、タオル本当に冷たくなったりしますからね。ぜひぜひあのワークマン行ったことない方ですね。そう、行った方がいいですよ。専門ショップに行く前にワークマン行って、小物はねそこで買った方が、迷彩柄はきっちりしたのはさすがになかったりもしますけど、ぜひお手頃だと思います。ぜひ CM ね。そうです。で、次のサバゲーマーって実はワークマンさんいらっしゃる。え、本当に。わー、そう、たまにね、いろんなイベント出てるの知ってるんだけど、なかなか会えなくて。なかなか会えないですよね。私やってみたいです。やっと会えるんですね。じゃあ、まあ、ワークマンさんの中の営業でしょうけどね。いや、もちろん、まあ、そうだと思うけど、ワークマンの創業者が寿司三昧じゃないですか。これはお寿司三昧です。お寿司になっちゃいますけど。そう、もうみんなでワークマン寿司三昧なるかもしれないですけど。で、そうなんです。で、いらっしゃるんです。楽しみ、はい。さあ、今度ですね、はい、銃の方もやっていきたいんですけども、はい、G&G ラバーズというですね、はい、イベントが春先の方でやりましたけども、はい、まあ、今回もね、春には G&G ラバーズ、次はサバゲマスとかいろいろあるんですけども、今日はですね、その G&G ラバーズの中で表、はい、紹介されてたはずなんですね、こちらのモデルは、SBR8、AR15 タイプの、まあ言ってみれば M4 の長いやつです。これいろいろね、細かな定義があると思うんですけど、ざっくばらんに言うと M4 の長いやつ。僕は豚バラが好きです。豚バラはざっくばらんで豚バラが好きです。お肉は豚バラに限ります。豚バラがいいですね。美味しいです。豚バラ美味しいですね。さっきタラックラーメン食ってるじゃないですか。白菜の間にさ、豚バラを挟んでさ、はいはい、あれうまいんです、簡単なのに。皆さんぜひやってみてください。何やってたの。
マジで。みんなはやってないでしょ、全員は。あ、本出しちょっと入れる CM あって、小栗旬がね、やつがあれ本当美味しいですよ。あれ手間かかんないし、洗い物少ないし、おすすめですよ。でも料理されるってことだからね、別にもっと抵抗なものかもしれない。あの、何ですか、パエリア的なの作ってそうですよ。パエリア、もうパエリアとかすごい凝ってさ、あのムール貝とかにパーンってさ、そうですよね、割とその俺パエリアなんて家で出てきたらちょっとしびれますよ。こんなもん家で食うのっていう。そうです。パエリア作ってみたのって言われたら、パエリア作ったのって。作りましたよ、びっくりしました。なあ、あの黄色い飯でさ、黄色い飯でさって言ってる。そうあれ家でやるのはもう意識高い系ですよ。テレさんちゃんがもううなぎのぶつ切り汁ってことないですけどね。ないですけど、世の中にないと思ってたらね、うなぎ屋さんに行ったらね、おりますよって。ありますよって、そうなんですかって、うなぎ屋さんにリアルに来た。ぶつ切りで料理してるってことよ。あるよ。ありますよって。びっくり。日本だとあんまり見ないけどって、普通に切って、だし入れて煮込むらしいです。今度団長でやりましょう。でも俺の家でパエリアは出てこなそうだけど、はい、なんか混ぜご飯は出てきそうじゃん。はい、混ぜご飯は混ぜご飯美味しいです、うん、おこわが好きです。あ、おこわ、もち米で作ったのか、うん、でも餅嫌いなんですよ。なんでなんで、もっとつまらせるから。飲み頃が分かんない。あとお好み焼きの豚玉を食うと必ずお腹壊す。はいはい、よろしく。そうです、もうアシスタントの方が素晴らしくメインに近いというか。じゃあこれでね、実名からなので、はい、ちょっとマガジン入れないとダマが出ないということでですね、はい、やってくる。ハンドガードちょっと握りづらいんで、ね、大きめだから、はい、私の手でもビリヤードじゃないですよ、この手。89.36、はい、覚え方は白サロです。イカサロみたいなのです。白サロです。89.36、はい。イカサロットも分かんねえな。白五郎です。89.56。こちら白五郎でございます。これも非常にいいところ。インドアでもギリギリ、まあ、90以下のこれも使えるだろうということで、注入すればまた精度が上がる。でもね、G&G さんずるいんだよね。もういじるところないくらいやってくるから、このままいけちゃう。じゃあですね、強しドンに打ってみるかい。あの白い人と、はい、あのチンってなります。今セーフティーかけてます。はい、で、この試写の時は発射って言わなきゃいけないんですよ。また。最初だけですね。最初だけです。ワンコールは必要です。そうすると浦さんがバッチリ終えますからね。レンジーズホットって言ってんだね。レンジーズホットって言ってるわけですね。打つぞ打つぞって危ねえぞって言ってんだね。おめえさん入ってくんねえねって、あんまりつまんなかったみたいな。いいですか。もうただ言ってください。なんで最初は上の方に立つ。どっちでもいいです。どっちでもいいですか。ハッシャーって言ったとだったら了解。おお、ぺしゃって言っちゃった。いきます。ハッシャー。はい、いきます。ハッシャー。2回いましたよ。大丈夫ですね。大丈夫だから。でも当てる弾道とかビシッと大丈夫そうですよ、ね、今。でも当ててくるっていうところがね、ちょっといやらしいというかね。もうね、じゃあ外しちゃったとか言ってくれると、まあ、そんなもんだよって男たちはやりやすくなるけど、チンカン、もう何も言うことないですね。当てられちゃうとね、もう、そうですね、それでいいじゃないって話になっちゃうからね。そう。困る方を教える、そんなもんいけませんよ。当たればいいんですか。当たればいいんですって。で、ちょっと私もですね、確認の方させてもらいます。え、発射。今やめる、まっすぐ捨てないから。いやー、あれ、僕、できないこれ。もうデビュー誌だって買いな、これ。いいよ、これ、やっぱり。さささささって。うん、はい、すごいいいですね。すごくいいよ。うん、打ちたい、打たせない。打たせない。買える。あの、じゃあ、ちょっとまた、ゴッコは振ってよ。え、頼むよ、俺からの気持ち。何、どういうこと。はい、ここは打ってよ。
俺からの気持ちって言って銃俺のものではなくて会社のものとかの展示用語俺の気持ちってお前勝手に渡すなって言われるあの子ですよね5発ね頑張ってみようできるかな俺予想立てて3発立てる振るマークするフルマークされた後の男が口づらさこの
発撃期待してるぞ。今日ライラの帽子かぶってないから。いや、絶対に今日GGの帽子だ。出ないようにやれよ。弾持ってるちょっと上目だ。いや、絶対俺だって下狙ってたよ。俺下ターゲットのここら辺狙ってたよ。え、そう。え、ここは上目狙ったんだけど全然当たらなくて。発射。上狙ってる。うん、正面じゃない。やばい、揺らすなよ。分かんない。ナチ、期待してるよ。うん。大丈夫。感情が優しいな。大好きな感じ。え、何した？え、何した？え、楽しみ？え、何？狙った？まさか。まさか、そんなやつ。揺れない。今のってさ、素振りみたいなもんだよね。ちょっとそうだよね、まだ始まってないよね。うんと言って。そうだよ、よかったよかった。今の何よかった、今びっくりしちゃった、私。もう一回。これダメなやつだぞ、多分。弾出た？いや、出てない。出たよね。出た？俺も見たよね。もう、やれ。もうやめろ。老眼の人だよ。俺トップを感じるんだよ。今はやっぱすごいんだよ。はい、じゃあ最初の配信位置がいいんです。もう一人。もう一人もう一人。はい、 MO はエースがいます。あ、エースです。1メーター後ろから車を見せる。こっちの方がこういうみんなの当たり前当てるんだから。これこれ当たり前空間の時はこれ今まで作ってきたやつがいるわけですから。すごい人頼みになってくる。最近もう当たんないよね、打ってないから。ようでもね、あのね、言い訳じゃなくて言い訳なんだけど、よう当てるわ本当。よく最初通りピタッと。震えるよね。やべっ。はい、いきます。はい、OK。 普通の人か。普通の人か。じゃあ、もうどっちか最後フロート打つんだけど。どっちか5枚だよ。じゃあ5枚打つ。フルマークだよ。フルマーク頑張る。頑張る。お、頑張って。あの、いいか、この余裕があるのはダーちゃんだけだ。俺らは全員外してる。もうね、ビクビクしてたけど。俺は前出た APS カップより緊張してる。今動画を見られてる皆さん、ライブで、今ガチでやってますけど、彼本当に今ビビってます。僕は期待はしてません。だって今セーフティーかかってることすら忘れてましたから。あ、M4 使ったことない。そうです、M4 よくわかんないですよ。そう、悪さの時。おい、どこ。待て、全然違うとこってね。てっぺんのキンキン狙ってるの。ああ、まだキンキン狙ってるのね。サトシ君、サトシ君、サトシ君いないの。サトシ君はナンバちゃんだから。サトシ君はバチバチナンバちゃん。いったダチョウ、たぶんね、単調対象が悪い。これ、相性悪いんだね。でもね、当てられるんだよ。俺だって4番。いやいや、あの、1回掴めば当てられる。だからじゃあ4番じゃなくて5番でしょ。今、改ざんしようとしたけど、これ。
フルオートですよ。で、ボルトストップが効くので、これをね、あ、マガジンを抜くと、打てない。また全滅ですよ、こちらのデータ。これ、ヨマグってんだよね。ヨマグってストップしないんだよね。ヨマグ…あ、タダンじゃないの？そう、タダンかタダンっていうか、普通のマガジンだとあれなんでしょ。そうそうそう、専用マガジンだとあれなんでしょ。まとめ？うん？打ち直しね。ほんと？わかった。気楽だよ。もう今、入ってるからね。じゃあ、ダメだよ、重厚にこう手を置いて、いきまーすとか言っちゃう。それは単純していいの？フロートだからね。フロート？うん。じゃあ、どこ押せばいい？左で。ツヨシ君でいいんじゃないか。ツヨシ君って強いの。うん。じゃあ、スパーきます。発射。好きなんでしょうね。もう扱いもよくわかんない。ヒット。
普通に入んねえかな。すごく難しかったんですけど、まあ、だけど、りんちゃん、あたあさまは、ね、フルマークしてますからね。僕もさまですよ。りんちゃんって言われるのはどういうことか。シリンダーのりんか。そうですね。俺すげえ、ダーちゃんだ。ダーちゃんでも、まありんちゃん多いですね、確かに。もうさっきからずっとヒット引っ張ってたんですけど、これものすごくあのまっすぐ狙うには本当になんか僕にはもう僕は150ぐらいの大きさなんですけど、長さはこのぐらいなんですけど、なんかさっきからすごいいたずらをされてるんですけど、あのものすごくいい銃だと思います。まっすぐでどうでしょう。これですか。これはなんか長いなっていうのと、今度はもう打った感じはまあなんだろう、これがまあやっぱりね、さっきも言ってましたけど、ちっちゃいとね、目が見づらいなっていうのはあるかもしれないんですけど、フルマークしましたか。そうですね、私も両方使いましたけど、まあ、私はまあちょこちょこ小雪のものを使ったりしてるんで、はい、ああこれかって感じで言いましたけど、まあ正直にみんな謝れ。ございました。負けました。今日3本中2本、負けましたので、今回は、アフリにもダチョの勝ちです。はい、デメリュー軍団敗北と。違う、あの女性が来てるから舞い上がってるから、ね、だといいね。女性に飢えてるけど、女性、うん、そうだね。まあまあまあ、舞い上がってたって手にしよう。俺もじゃあそれで。それで。でも俺なんかずっと変わらないね。4発当たって1発最後まっす。はいはい。はいはい、じゃない。お約束を。それやってた時もそうじゃん。そうなんだよね。はいはい。ダーちゃんが当てたのすごいことじゃないですか。すごいと思います。もう最後の下りのパートにじゃあ、ダーちゃんなんでこっち来てないのかな。なんで仕事拒否してんのかな。今もバッチリ見てるよ。今ね、いい感じでカメラ入ってるよ。YouTube じゃない。はい。この配信は何え、やるのこれ。これは何のコンテンツ、これ何のコンテンツで見れるんですか。え、何中津さんどうぞ。優しい中津さん。四つ目。え、四つ目って何。え、ヨーロッパの津軽クリーン反応を調べてる。本当にそんなのあるわけない。ヨーロッパの人たちがこう注射を打った時にあの BCG の接種しなくていいかどうかをやるから、ツベルクリーンハート。わかんないんだ。わかんないです。全然わかんないんだ。いや、なんかここのピチピチしてるんだよ。半導中じゃん、半導中。で、何のコンテンツだっけ。 YouTube です。YouTube で見ることが。カメラに向けられないって、俺に向けてこないって。はい、いいよ、はい。はい、やったぜ、これカスミンちゃんとかシリンダーちゃんとかと同じでちょっと、はい、有名になれるコンテンツっぽいのに出れる。やったぜ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 。バシッカ系は浦さんがもう、ダチョいいねって言って。寝てる寝てる。もうどうでもよくやつ寝てるんで。YouTube で、はい、YouTube で、はい、見ることができますので、皆様チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、ここのデメリューではお友達登録っていうふうに言ってるんですけれども、皆様お友達っていう形で、いろんなオフ会なんかも、オフ会って言わないですよね、お友達会っていう、ね、ここないんですけどね、まあ、やってますので、ぜひこうお友達登録していただいて、皆さんで遊びに来ていただいて、みんなでおしゃべりしたりってしたら楽しいなと思います。いいですね。新鮮ですね。いつものくだり、模型パドックで買ったって言ってくれって言わない。もう、ちょっと、ごめんなさい。大丈夫、まだ、はい、回ってる、大丈夫。まだ回ってる、OK、うん、じゃあ皆さん、次回、はい、お会いする時まで。早い。もう終わっていいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。グッドでしょ、グッド。コメントでしょ。そうだ、コメントも皆さん、いいね、くれると嬉しいね。お願いします。お願いします。はい、あとコメントも一生懸命読むこちらで見てますので、はい、で辛いコメントいただくこともありますけど、こうブラッドに包んで読んで書いていただければ心が折れずに頑張れますので。やっぱダチョ好きだな俺。一生懸命こうめちゃめちゃ出てるのやるから。やるの素晴らしいですね。すごいと思います。いや、とんでもないです。じゃあ最後にはい、というわけでですね、団長の
後半のぐだりぐでぐでパートでしたけど、はい、まあ、いろいろやってくれてると思います。本当にですね、チャンネル登録、コメント、いろいろお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。J のテストですね、今回、G&G の SBR8、だったかな、こちらの方ですね、もうね、打つっていうのが、僕らが打つより、これはね、持って打ってもらった方がいい状態だと思ったんです。まあ、なんでか、ざっくりめんどくさいからじゃなくて、これは打ってもらった方が、体感できると思ったんですね。やっぱり人が打つものは、僕は食レポが大嫌いだってよく言ってるじゃないですか、はい、食レポの美味しいって言われても、どう美味しいかとか言われても、俺が食ってないからわからないわけですから、はい、ですから、自分で経験してみて、お近くのエアガンショップ、なければ模型パドックとか近くまで来てもらうと、ね、打てない、空打ちができたりする場合がありますので、ぜひぜひそういう場合はですね、来てもらって、体験してもらったら、もう次は買わせますから、絶対。もう打ったら買わせますから、打ちましたね、今って。ぜひですね、体験してもらえればと思います、私は。はい、で、そうやって体験してもらった後に、使ってもらうと、自分の愛着を湧いて、この字が自分の特別なものだと思われますので、はい、よろしくお願いします。今、カメラの裏側はですね、裏方さんですけど、だいぶ死んでます。大体いつものパートの後半になるとこうなってきます。あと1本残ってますので、やつを殺すわけにはいかないので、ここら辺にしたいと思いますが、はい、皆さん、温かいコメントなどお待ちしております。それではですね、G&G こちらの方、他にも製品いっぱいありますので、興味がありましたら、もう競馬の方に遊びに来ていただければと思います。はい、それでは、次回また、はい、団長に会えますか？会えますね。じゃあ、カメラの前に。待って、すっごい、すっごい汗かいてるんだけど、俺。カメラの前に、じゃあ、締めてもらいます。はい、皆さん、それでは次回までバイデメー。あれ、はい、バイデメー、バイデメー、初めて聞いた。いや、緊張してない。緊張してますよ。怪我すないな、怪我気のせいだ。関係あるの？あるよ、関係あるの？あるよ、関係あるの？それ汗かいてる、下がってる、やばい、すっごい汗かいてる。分かる。